このシステムは単語が入力されるごとに発音するワードプロセッサーを子どもたちに与えます。この機械は発音できる単語の詳細な辞書を持ってはいませんが、タイプ入力された単語は何であれ発音しようとします。基本となる構成要素はアルファベット文字ではなくて英語の実際の構成要素である音素です。感圧キーボードはタイピストがどのくらい強くキーを押すかを検出できるように標準的なキーボードに手を加えたものです。いくつかの考えられる応用としては、圧力情報を強調表示に利用するテキストエディター、セキュリティシステムにおいてタイピングを個人の認識に利用することが挙げられます。これはワードプロセッサーの原稿に色付きの印を入れるために開発してきました。色はデザイン用ではなくて意図を伝えるために使われます。この目的は原稿自身にその変化の様子と履歴を保存することにあります。このシステムはテレビ放送のパーソナル化という概念をハードコピーの世界に持ち込んだものです。このシステムは新聞をテレビニュースのように文章とカラー付けで編集します。ルミナーディスプレイは特別なメガネを用いなくても空間的に独立したいくつかのイメージを見せます。これらのイメージは視線に対して45度の角度で支えられた窓ガラスの表面反射を用いてオーバーラップされます。このディスプレイは元の文章からコメントと削除部分を異なった面に見せるワードプロセッサーに用いられます。表音辞書はスペルではなく発音で単語を引くことのできる辞書です。この辞書は英語の複雑なスペルの規則を覚えなければならない子どもたちや英語を母国語としない人々に便利ですし、スペル訂正の新しい手段にも役立つでしょう。Phonetic Dictionary